はい、ナズです。今回はこれですね。トミカのトミカタウン、ミスタードーナツ紹介していきましょう。ミスタードーナツのトミカタウンといえば、以前に紹介しました。これですね。これプラキズバージョンのやつで、個人的にはね、このシリーズ一番好きなんですよね。シューターもついてて、結構楽しめるシリーズだと思います。で、今回のやつはこれの一つ前になりますね。プラキッズではなくて、人形がついてるバージョンになります。で、これにはオリジナルトミカが1台ついてるということで、これも楽しみですよね。それでは開けていきましょう。中には店舗本体と歩道パーツで、箱がこれオリジナルトミカですよね。で、小物類なんですけど、小さなものが結構入ってて、なんかすごく充実してるような感じがします。そしてシールシートが1枚、これは数が少ないですね。嬉しいですね。それでは組み立てていきましょう。店舗のサイドに大きなドーナツがついてます。ポールサインには表裏ロゴがついてますね。で、キャンペーンの上りですけど、これも表裏表示がありますね。それから縦看板と駐車場の案内表示がついてます。歩道パーツを順番に組み立てていきましょう。全部で4枚ですね。で、ここに店舗を設置します。店舗前に縦看板、ゴミ箱、花壇を2つ取り付けて、角にポールサインを立てます。で、歩道のこちら側にガードレール、街路樹を2本、角にはパーキングの標識、そして正面にポスト、ガードレール、消火栓を取り付けて、上りを適当な位置に置けば、はい、完成です。街路樹が2本ついてて、歩道に小物がね、いくつか並んでますんで、なんか本当に街の一角って感じの雰囲気出てますよね。すごくいいなと思います。で、店舗の前には縦看板やゴミ箱。このゴミ箱がいいですよね。形的には灰皿スタンドとか、あと傘立てにも使えそうだなと思います。それと、可動式のね、上りなんかがあるんですけど、これの下ですね。板張り状のパターンのシールが最初からついてました。これいいですよね。あんまり今までこういうのがついてるの見たことがないので、結構珍しいんじゃないかなと思います。ではギミック確認していきましょう。屋根の上にボタンがあります。もうおなじみですね。これを押すと、はい、こんな感じで正面の自動扉を開けられるようになってます。で、指を離すと勝手に閉まるというような仕様になってますね。なので、これ連続でこうやって開け閉めすることができるような感じになってます。これなんですけど、まあ指をね、挟んだとしてもそんなに痛くはないんですけど、まあ結構な勢いで閉まりますよね。で、この自動扉の表面、まあ、厳密に言うと、あの扉のね、向こう側の面なんですけど、ここにミスタードーナツのロゴがついてますよね。それから営業時間もついてます。これね、あの大抵シールで自分で貼るような仕様になってるんですよね。それが最初からプリントされてるっていうのもあんまりなかったような気がしますね。これは嬉しいです。では店舗の中見ていきましょう。扉を入るとすぐにショーケースが見えます。これね、実際の店舗すごく近いなと思いました。で、ドーナツが並んでるんですけど、これ1個ずつなんですよね。これだとすぐ品切れしそうですね。で、奥の方にはメニューがね、ずらっと並んでます。ちょっと見えにくいので、何と書いてあるかがわからないんですけど、あのおそらくね、メニュー表、それから金額が載ってるんじゃないかなと思います。電子レンジとかもありますね。なかなか細かくできてるんじゃないかなと思いました。それから右奥の方に扉があります。従業員用の扉みたいですね。窓のところにマークがついてます。ちなみにここはシールになってますね。で、店舗入って左の方にも別のカウンターがあります。他の店舗だとレジカウンターとしてね、使ったりするんでしょうけど、この店舗だとちょっと必要ないかもしれないですね。で、奥の方にはオレンジ色の扉がついてます。それがこの扉ですね。まあ、オレンジというか赤ですかね。雰囲気から言うと通用口じゃないかなと思います。窓のところ指を入れて、こんな感じで開けられるようになってます。で、ここから店舗左奥の様子確認することができます。シールですけど、テーブルと椅子が並んでますね。では歩道にある小物を見ていきましょう。標識がありますけど、これは特に変わったところはないかなと思います。で、その隣にポストがありますね。これなんですけど、同じシリーズの郵便局のトミカタウンについてたポストと全く同じものになってます。正面シールになってて、この穴がね、かなりなんかリアリティあるなと思いました。本当になんか穴が開いてそうな雰囲気ですね。で、ガードレールを挟んで消火栓があります。これいいですよね。もしかしたら同じシリーズの消防署のトミカタウンについてるかもしれないんですけど、今まで紹介したトミカタウンにはこれついてなかったので、個人的には結構嬉しいなと思いました。
それと制服姿の店員さんの人形が一体ついてます。こんな感じの制服でしたかね、ちょっと覚えてないんですけど多分制服姿だと思いますね。で頭をくる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 回すことができるのと、手をこうやって上げることができます。これ両手とも一緒に上がる仕様になってますね。万歳状態にすることができます。そして足ですね、足も同じようにこうやって上げられるんですけど、足の場合は片側ずつ別々に動かせる仕様になってます。これいいですよね。でプラキッズみたいに出っ張りを足で挟んで固定するということができません。なのでまあ自分の好きなところにこんな風に置いて遊ぶというような感じになりますね。それともう一つ付属品としてオリジナルトミカついてますんで開けていきましょう。はい、おー、荷台にロゴが入ってます。これプリントですね。いい感じですね。エルフですね。なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、では詳しく見ていきましょう。イスズエルフですね。ライトがシルバーの塗装になってて、運転席周りは紺色になってます。それと同じ色でインテリアも作られてるみたいですね。シートが2つ、それからハンドルも確認することができます。ドアのところにロゴが両サイドにプリントで入ってますね。で荷台のサイドにロゴが入ってます。これもプリントなんですよね。これさっき店舗のサイドに貼り付けたシールと同じデザインになってますね。やっぱりプリントの方が嬉しいですよね。で後ろ側の扉をよいしょ開けられるようになってます。まあこれは普通のね、よくあるタイプじゃないかなと思います。でここのね扉にもちゃんとロゴが入ってるのが嬉しいですよね。でギミックとしてサスペンションがついてます。それから店舗の隣に2台分の駐車スペースがあります。ということでここに、まあ、さっきのねこのオリジナルトミカとか、自分の好きなトミカを止めてここからこうやって発進させることができますよね。シューターがついてなかったとしてもこういうスペースがあるだけでもしっかり遊ぶことができるのでこれは嬉しいですよね。ちなみに以前紹介した新しいバージョンのトミカタウンも並べてみました。いかがでしょうか。規格が違うのもあってやっぱり店舗の大きさが全然違ってますよね。雰囲気も違うのがわかるんじゃないかなと思います。でさっきねこっちにはシューターがついてないということでしたけど、このパターンにはシューターがついててこんな感じで遊ぶことができるようになってます。これもいいですよね。はい、いかがでしたでしょうか。まあギミックも含めて店舗の大きさとかは特に変わったところはないんですけど、小物類がやっぱりすごく充実してたセットだなと思いました。以上トミカのトミカタウンミスタードーナツを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。